とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日も、マイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。今日はね、最強装備をゲットしました。今回のアップデートの、おそらくこれが、最強ではないかっていうやつを入手したのよね。今持ってるやつ、光ってるでしょ。赤く光ってる。めちゃくちゃかっこいいよね。お見せしましょう。これ機械装ブレード。ユニーク装備。さらに、金色装備。金ですよ。で、金のスキルが、追加ダメージを与えるっていうスキルね。これが、追い打ちとかではなくって、痛みサイクルっていうスキルがついてます。痛みサイクルっていうのが、これだね。攻撃を受ければ、HP が減り、痛みサイクルが1増加します。5まで溜まれば、受けた痛みが次の攻撃に付加される。っていうことだね。俺の、武器についてるのが強化ランク2なので、最大まで溜まると4倍のダメージを与えることができます。このね、痛みサイクルが、普通の武器についても、これバッドステータスなのよ。攻撃をするたびに、HP がゴリゴリ減るのよ。なので、単純なバッドステータスなんだけども、あれがね、機械装ブレードにつくと、全然違うのよ。機械装ブレードって、これが1回の攻撃なのよ。1回で、何回も何回もゴリ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 攻撃するから、このね、痛みサイクルっていうのが、めちゃくちゃ向いてる。はい。まあ、とりあえず攻撃をしてみましょう。通常攻撃こんな感じ。11万だね。クリティカルで。こんな感じです。で、痛みサイクルがマックスになったとき、こんな感じ。普通に当たるのが12万4000。で、クリティカルで36万。そんぐらい与えます。で、さらにドラをつけると100万超えます。すごいよ。1,2,3,4 次いくよ。ドラをつけていきます。こんな感じ。100万がもうゴロ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 出てると分かると思うけど、すごいです。まあ、とりあえず今日この武器使ってボスを倒してみましょう。ではまずね、ちょっとどれぐらいの強さか分かるように、まずは、闘志の締め具。まあ、俺がよく使ってたやつ。これで攻撃をしてみます。どれぐらいなのか。お見せしましょう。こんな感じだね。いや、ちょっとこれ、待って。待って。待って待って、これ。あれだな。ドラないと無理だわ。ドラがないと無理。ちょっとドラを装備してきました。ドラありで、こんな感じです。まあ、これでも今はようやってる方だよ。本当に。かなり攻撃力は高いと思うんだけど、ドラを装備した状態で、この減らし方ね。これを覚えておいてください。だいたいこんな感じっていうのを。ちょっと待ってね。とりあえず倒しきるわ。とりあえず倒しきりましょう。いや、さすがにやっぱりね、プラス15かな、これ。なかなか硬い。むちゃくちゃ硬いな。今までは結構ね、楽勝に勝ってたんだけど、やっぱ難易度が上がると全然強いな。あー、俺死にそう、やっぱり。では機械装ブレードでいってみましょう。このね、機械装ブレードの弱点を言います。弱点は範囲が狭いこと。まあ、締め具と一緒だよね。締め具も、旋風を入れなければ、全然範囲狭いでしょ。これもね、同じく、自分の正面しか攻撃しないから、重力が必要になります。重力。で、俺ね、こういう感じなのよ。クリティカル追い打ち輝きなのよ。この追い打ちをやめて重力にすることができるんで、ちょっと、ボスを倒した後に、ここを重力に変えようと思います。ちょっとね、範囲が狭いっていうのが
若干難しいところなのよね。とあと、連続使用するとオーバーヒートするっていうところ、なかなか使用がね難しいのよこれ、なかなか難しい。でしかも、攻撃のなんだろう、痛みサイクルが5になった時にピンポイントで攻撃を当てていくっていうのが重要になるので、なかなか慣れないと難しいです。でもこれね、いいことがあって、キノコ必要ありません。キノコは、関係ないです。なのでアーティファクトの場所1個ね開くんだよね。それがねすごくいいところじゃないかな。キノコをやめてそこに別の、まあ、支援系のやつでもいいし、まあ攻撃系のやつでもいいんで、そういうのでいけるっていうのがいいよね。じゃあとりあえずちょっと痛みサイクルを4まで上げていきます。 OK、 これでいきましょう。さあどれぐらいなのか、いくよ。こんな感じ、ゴリゴリ減らすでしょただオーバーヒートするからそこは注意。いけ、よっしゃー、あーオーバーヒートした。それで痛みサイクル4、はい、こんな感じです。ちょっと扱いが難しいけどね、難しいけど最強だよこれ。はい、ということで今日は機械ソーブレード使ってみました。強いし、この赤く光ってるところがかっこいいよね。で、こう見たときに、剣がこう、ぐる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 なってるのが、それもまた、かっこいい。で、あと、アーティファクトが、一つ開くっていうのも、いいよね。これ最高だよね。いつもの、高速移動の、この、ブーツとマント。この二つを入れつつ、普通だったらね、キノコは絶対入れないと、近接武器が弱くなるんで、ダメなんだけど、入れずに、ドラを常に、常備しておけるっていうのも強みだよね。常にドラはなかなかいいよ。他にもなんかあるのかな？他、何だ？稲妻の矢筒。今回出てきたやつだけど、これも強いね。稲妻の矢筒も、なかなか強いんだな、これ。他は？ブラスト金か。まあまあ、周りに、撒き散らしながら攻撃するっていうのもありか。愛のメダルいいね。愛のメダルもいい。とにかくオーバーヒートした時が、ちょっと隙ができるので、そこを愛のメダルで補うっていうのもありだね。いや、あえてこういうのも入れていくっていうのもいいかもしんない。魂装備を入れるっていうのもありだね。エレメントも強いし、OK、OK。あとなんかなかったっけ？これこれ、パワーシェイカー、これ合うんじゃない？これ攻撃した時に、爆発するのよね。攻撃が。で、確か4回ぐらい発動するから、これ、これで1回っていう感じじゃない？攻撃すると、こんな感じで爆発するのよ。バンバンって。なんで、これいいんじゃない？いや、よくない、よくない。ダメだ。これぐるぐる回って攻撃してる間も、パワーシェイカーが発動するから、すぐなくなるやん。ダメだ。全然合わない。まあ、とりあえず今のところは、マント、ブーツ、ドラかな？それが一番、ベターだと思います。はい。まあ、この武器なかなか入手難しいと思うけど、まあ、あったら、ゲットしてみてください。はい。まあ、本当にね、これ運が良かったのよ。スキルで痛みサイクルがついたっていうのが。まあ、エンチャントの方にね、ついたら、それでもいいと思うんで。はい。やってみてください。機械ソーブレードでした。
ではね、また出していくので、チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。そいや。